感じ。 これなら忍にも聞いてもらえそうかな。 だこーら B を 作曲中は勝手に入ってきちゃダメでしょ。 そんな風に可愛い仕草してもダメ。 冗談だよ冗談。 なに？ 私の曲が聴きたくて思わず入ってきちゃったの？ どうなの？ ほらほら、正直に言ってごらん。まったく、しょうがないな。それじゃ、ビーボにだけ特別に聞かせてあげるよ。どう？いい感じにできてると思わない？今回は新しい音源とかも使って結構こだわったんだから。ちょっとビーボ？どこ行くの？ 気に召さなかったか。ねえ、この曲のどこがダメだったの？ って聞いてもダメか。 え、弾けって？ もう、今は私の曲をかけてるのに。 せめて最後まで聞いてくれてもいいんじゃない？ まったく、わがままだな。 いいよ、それじゃあ。 うりゃうりゃうりゃ！ どう？ 私のビーボさばき。 初めて会った時はあんなに小さくて可愛いお腹だったけど、 今じゃ私にフィットしていい感じになってきたね。 それにビーボの音域も多彩になってきたね。 やっぱり私はピキピキの曲をずっと近くで聴いてきたからかな。のう、ごめんごめん、もっと弾いてほしいんだね。私が行き詰まったりした時、よくこうして弾かせてもらってたな。このお腹を弾いてると頭の中が綺麗になっていくっていうか。あ、そっか、今のフレーズだ。 ビーボがダメ出ししたのってそこだったの？なるほど、だからいまいちな反応だったんだ。ビーボすごいね。私だけだったら気づかなかったよ。ん？でも待てよ、そこを変えちゃうとあそこもおかしくなっちゃうから。うーん、こうしてああして。 もしかしてビーボも参加したいの？ いいよ、それなら最後まで一緒に手伝ってもらおうかな。よーし、それじゃあ今日はとことん弾いちゃうからね。うりゃうりゃうりゃ。 よし、こんな感じでどうかな。 ビーボ、 どうやら合格点みたいだね。ほんと、ビーボは音楽にはうるさいよね。でも考えてみれば、私が忍と出会う前から一番近くで聞いてたんだもんね。そう考えると、私にとってビーボは最初のファンなのかも。ありがとう、ビーボ。それじゃあお礼に、今からドッグランに行こうか。